これ入ってないけどね。え、入ってないよ。入ってない。これだからあれシングルだったね。そうか。そうだよ。シングルのジャケットがこのジャケットだったから、絶対にこのアルバムに入ってると思って、そうそうそう。このアルバム買ったら入ってなかった。そうなんだ。で、シングル版を買ったの、その後。そう、だから CD になってからなんとかカラットとかいうさ、24カラット、ね、24カラットの中に入ってるから買ったけどね。あの曲はもういいよ、スーパーインパクト。あれビデオクリップもあったし。スーパーインパクトですよ、これは。というわけで今回はディープパープルインロックをご紹介というか、お話ししたいと思います。これはリリースは1970年。70年の夏70年なのに、ディープパープルってもうこの時期で第2期だったんですか？そうです。こう一体ディープパープルっていうのはいつから活動してるの？68年ぐらいにできて、で、その時はボーカルとベースが違うメンバーだった。ボーカルがロッド・エヴァンスっていう人で、ベースがニック・シンパーっていう人だった。で、リッチってその頃サンサンゴ弾いてたんでしょ？違う？最初の時、うん。最初。そうだね。弾いてたかもね。それが第一期と呼ばれてる。そう。それで3枚アルバムを作って。そんな作ったの？そう。それで、リッチーと、キーボードのジョン・ロードが結構エゴの戦いというか、うん、俺がになってて。でも、一応、ね。ソロでコード進行違うからね。キーボードソロとさ、ギターソロでさ、コード進行成立するの、それで。成立するんだよ。バンドなんだよ。ほんと、今いや。で、ジョン・ロードが、とりあえず俺のやりたいことをやらせてくれっつって、ロンドンフィルハーモニックオーケストラっていうのと一緒に作ったら、大こけして、それが。それは聞いたことあるな。で、リッチーが、じゃあ今度は俺の番だって言って作ったのがこのインロック。第2期。第2期。の1作目。うん、2作目。2作目。それで、このアルバムがものすごい売れたから、それからバンド内の、ま、力関係っていうか、リッチーが、ま、主導権を握るっていうか、うん、リッチーがやりたいような方向で、この後、ファイアボールとか、ま、マシンヘッドとか、こう、どんどん発表していくんですよ。だけど必ずギターソロもあるけどキーボードソロも必ずあるぞみたいな曲の中に、その辺は続くんだけど、そうだね、印象的な曲やっぱり並立してるもんね。うん、大体ミュージックライフでもジョン・ロードはね3位以内にずっと入ってたもんね。ジョン・ロードはやっぱりすごい教育もなんだっけ、アカデミーなんとかロイヤルアカデミーとかそういうちゃんとしたクラシックの教育。キーセイマーソン、リック・ウェイクマン、ジョン・ロード。そうそうそう。大体3人がもうね。そうそう、うん。で、あれだよね。リッチー・ブラックも、ホームベース型のペコピックだったよね。ああ。あのピック使うとさ、他のピックで弾けなくなっちゃう。あ、そうなんだ。なんで弾きやすくて、うん。弾きやすいんだ。あ、ハイビキャでやりやすいんだ。うん。薄いの？いや、硬い、硬い。硬いあのね、結構分厚いのね。うん、で、ホームベース型するから、うん、俺よく言うんだけど、弦抜けがスムーズなのよ。だから、なんかね、すげえ弾けちゃうの。弾けた気になっちゃうの。じゃあなんで使わないの？え、クラプトンのファンだから。それもあるし、あれ使ったらあれでしか弾けなくなっちゃうのが嫌だったの。いいじゃん。で、金なくて。弾きやすいんだから。いや、ピックね、消耗品だからさ、あすげえ高い、別個なの。そっかそっか。1000円ぐらいするでしょ？持ってかな、そんな下に。そんな下高かったよ。だって100円しないでしょ、うん、だって100円ぐらいでしょ。昔プラスチックのもあったよ。あったあった。うん、ああ、本ベース型やね、うん。それも売ってたけど、それ偽物じゃん。まあ、それでインロックですなんですけど。うん。うん。一応その7曲うん。入ってるよね。うん。まあ、全曲いいと思うんだけど、私全曲名曲だと思うんだけど、すごいスピード感があって。みんな、まあ、チャイルド・イン・タイムなんかはちょっと長くて、ドラマチックな感じの要素もあるけど、こう、他の曲は本当、疾走感がある。これぞロックっていう、もうこれがハードロックだみたいな。でも、ものすごい、それこそ一気に聴いちゃうし、
よくできてるし、どの曲も。やっぱり、その頃はあんまり思ってない、なかったけど、後になると、その前にやったツェッペリンと比べられて、なんかディープパープルって評価が低いっていう。そうだね。思う。昔のミュージックライフにディープパープルファンが、なぜ、セッペリンファンはバカにされないのに、ディープパープルファンはバカにされるんだ。バカにされちゃうのって書いてあったんで、なぜセッペリン、ディープパープルのファンはセッペリンのファンをバカにしないのに、なんでセッペリンファンはディープパープルファンをバカにするんだろうって書いてあった。でもね、そういう雰囲気はあった。日本では特に。そうなんだ。ちょっとあったね。うん。なんでだろうね。実際にセールスはやっぱりセッペリンの方が、セールスのこと言われると、当時なんかセールスのことなんて考えてないから、わからないけど、なんか調べればわかるのかもしれないけど、その、当時はこのアルバム売れてるよねとか、そういう聞き方してないから、このアルバムいいよねとか、かっこいいよねって。そうだね、売れてるってのは基準にあんま入ってないのかな。売れてるとか売れてないとか、そんなセールスとか、全然考えたこともない。今でもあんま考えてないけど、あの1位になったとかそういうのはあ、まあゴールドディスクとか、うん、プラチナとかそういうのもあったけど、じゃあ何万枚売れたんだっていうのはほとんど考えたことないし、でも多分ディープアップルの中では日本ではあのライブインジャパンが売れたんじゃないかと。そうだね。でインロックがどのくらい売れたかわからないけど、おそらくマシンヘッドの方が上じゃないかな。だからなんとなく印象としてはライブインジャパンとかマシンヘッドがあって、でその次ぐらいがインロックで、で次にファイアボールっていうのが出るんだけど、ファイアボールは多分その人だと思うんですよね。ファイアボールって曲自体はすごい勢いのある曲なんだけどね、うん、他ストレンジカインドブーマンも入ってるし、ね、あ入ってた、そうだ悪くないバーンが入ってる、それはもっと後、それはまたあの3期ですよ、うん、デビッド・カバーディル、うんうん、グレン・ヒューズになってから、うん、あれは売れたね、でもねきっとね、すごく、まあ、かっこよかったもんね、うん、バーンはかっこよかった、だってライブでバーンやると本当にさ見てて燃えるじゃん、うん、興奮するよ、音楽仲間でもさバーンが弾けるとヒーローだった、あそうなの、そう、ね、いやいい曲だよねあれはね、でも本当になんか原点は、原点はって言っちゃうだけどパープルっていうとインロック、インロックだね、がすごく印象、ベルボトムとさロンブロンもめちゃかっこいいっていうかさね、イアンギランもかっこよかったしね、体の動きはこうレン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 、目に浮かぶよビデオクリップがで、チャイルドインタイムはね実はね It's a Beautiful Day っていうねサンフランシスコのバンドが いるんだけど、うんうん、その曲とそっくり、あそうなの、まるで一緒、最初なんか私は It's a Beautiful Day でも買ったんだけど、もうほぼ一緒、最初のビートルズとか。だけどまあ、とにかく、ライブでも定番だったし、どの曲を見ても、コーツ、つけがたいぐらい。やっぱスピードキングが一番いいかな。スピードキングでやっぱチャイルドインタイムかな。で、スピードキングはね、アメリカ版とイギリス版でね、イントロが違う。なんかね、多分イギリス版スピードキングにイントロなんてあったか、あね、キーボードが入ってる、うちにあるよ、おあるよあるよ、アナログが、それをやっぱり、聞いたのずいぶん後だけど、そんな違うバージョンがあるんだと思って買ったんだけど、まあ とにかく本当にどの曲もだって、Into the Fire だって、Living Wreck だって、全部いい曲ですよ。と私は思います。洋楽ってしばしばあるけどさ、俺、すごい印象残ってるのは、スピードキングがね、日産のスカイラインのコマーシャルで使われてた。うんうん。こうスピンしながらさ、うんうん、そこで、でーでー、でー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 みたいな。かっこいいなと思って。だってね、ブラックナイトだってコーヒーの線、あそうだね、ああいうのをね使おうと思った人たちは、私たちぐらいの年代の人がちょっと偉くなって、
よくほらワイドショーとかのバックでも使うじゃん。レーラも不倫ネタはレーラだよね。レーラ。あとね面白い前牛肉の話題の時ピンクフロイドが流れて原始進歩なんでそうそう結構ね面白いのそれ考えるとなんでこの曲って思うと。あとスポーツニュースの時によくあのジェフベックの曲使われるって聞いたことある。なんか使いやすいんですってインストだし。あとねあれボクシングネタ、うん、ホームボーイのクラプトンのギター。ああそうなの、うん、へえ。サンプルやってるね。猫パンチのね、うん、そう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 。ミキログね。ミキログだからね。でディープアップルはその後まあそのスピードキングじゃなくてファイアボールとか、マシンヘッドを出すんですけど、そしてライブインジャパンが出るんですよ。ライブインジャパンのあれハイウェイスター、あれはもうすごいダントツ。じゃあこの流れでライブインジャパン行っちゃう？うん、行っちゃう？